平成25年5月5日阿蘇市黒川の農村公園アピカで第6回阿蘇マルシェが開催されました。当日は早朝冷え込んだものの快晴に恵まれ、ゴールデンウィーク期間中とあってたくさんの人々が訪れました。毎回大好評をいただいている阿蘇料理維新の会が作る朝ごはん、今回のテーマはゴーゴーマルシェどんとこいにちなんで5種類の丼が登場しました。とろろに阿蘇特産のトマトや高菜が入ったとろろ丼や、タケノコやフキなどが入った山菜丼、阿蘇で育った天草大王を使った別香丼、赤牛丼などがあり、朝早くから長蛇の列となりました。その他たくさんのテナント店舗が並び、採れたて野菜のブースでは今が旬のタケノコや小ごみの販売が行われ、買ったものをその場で焼いて食べられる焼き焼きブースも人気を集めました。また青空の下、たくさんの方が熱気球の搭乗体験で空の散歩を楽しみました。他にも小さなお子様も利用できる乗馬体験、ハンドルを倒して前に進むセグウェイの体験もあり、多くの家族連れでにぎわいました。次回の開催は6月2日日曜日、皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ちしております。